はい、どうも、ジャムと申します。バイト、おおきにー。さ、オープニングはこれ半分埋まった円盤という。もう完全に編集者への無茶ぶりでしかないです。はい、今回はですね、ちょっとね、この炭酸ボムですね。これやな。炭酸ボムをね、ちょっと強化したいなと思っておりまして、この炭酸ボムをなんとこのサポートチップですね。これで全部埋めた炭酸で、これためなしの炭酸ポンポコポンしたいなと。うん。炭酸ボムピッチャーやりたいなと、思っております。はい。ということで、このね、パレット使ってもいいんですが、まあ、ラッキードローン中って微妙じゃないですか。ちゅうことで、今回はこのホタルのパレットを使いまして、自販機で炭酸ボムをゲットすることによって、これサポート埋めていこうかなと思います。ほんで、これ、カテルはまあ当然マックスでございまして、まあ、ドローンは全部オフ。うん、今度いいでしょう。ほんで、まあ、自販機でね、なんか炭酸ボムをね、まあ、引くまではまあ、ささっと行きまして、で、11回超えてしもたら、11回より向こうまで行っちゃった時は、また、さちからやり直そうかなと思います。さあさあさあ、今回は関係ないよと。あ、いいですね。インクコールドサブ。これが一番欲しいのよ。さあ、ちゅうことで、まあ、自販機のチャンスは5回。あと、あれやな。11回やな。まあ、ここは確定で、まあ、自販機は出るんですが、まあ、途中でね、野生の自販機も出てきて、まあ、それで取れてもいいかなっていう感じはしてんねんけど、え?しょっぱなから。お、オッケー。さ、ここはね、見なかったことにしてください。あー、インクゴールドサムめっちゃ出ますやん。じゃあまあ、とりあえず5回と11回、まあもしくは他の自販機で、炭酸ボムが出るまでサクッとスキップしていきましょうか。やっと出たー。やっと出たよ。40分かかったよ。さあ、来ました。さあ、来ました。ほんで、1149、これ余ってるんですが、インクネバネバ。いやー、インクネバネバ一体いらんかな。あー、で、これ11回で取ったんで、こっからね、メイン効率、ちゃう、インク効率のサブとかね、いろいろ取ってきたいね。いや、やっとや。長かったー、今回。あー、いやー、インク回復速度でもええんちゃいます?さあ、やっとやなー。いや、ほんまにずーっとやってたわ。うん。いや、ほんまに、様々なボム、スペシャル出ましたよ。うん。シールドとか、スプラッシュボム、吸盤ボム、なんかもう、いろいろ出た。うん。あ、でも、普通にメイン使ってた。いや、これで、ちゃうよ。あれ、こう、炭酸ボムね。こう、戦ってきて。ちょっと厳しいね。だいぶ。いや、もう、あ、無理やわ。もうちょっと必要やな。もうちょっと強化必要やな。うん。まあ、20回ぐらいから、まあ、炭酸ボムだけ、まあ、しかもね、ためなし、うん、で、叩けていけたらな、という感じでございます。OK! これ、885でかいな。まあ、ホーミング今回関係ないけど、885がでかすぎるのことどこか。15回のこれ自販機で備えて、金貯めよう。あ、ちなみになんですが、ここまで取ったチップちょっと紹介しとこうか。うん。インク回復速度ね、さっき言うことだったよね。インク効率メインやんな。激変回復やんな。爆発を吹き飛ばしたやんな。ホーミングやんな。チャージ時間やんな。だからほとんど関係ない。おう。全然関係ないのよ。これはまだあれかな。チャージャーちょっと使わなあかんかな、これ。最後はこうでしょ。はい。ゴリ押しでさ、こんなん。オッケー。いや、インク効率サブやな。ほんまにそれが必要。うん、うん、うん。出ないよと。うん。けど、ただインク回復速度でボーナスがついてる。これ言っとこう。さあ、サポートカラーチップフィーバーですが、まあ、ここでちょっとね、先にお見せするのも、ま、微妙でございますやん。ということで、ここは、チャージャーでこれね、クリアしていこうかなと思います。やっぱ、サポートチップフィーバーあれやな。インク効率が抜群にいいな。抜群とか言ってたら、ブロント語って言うんですけど、もうほんまに、あれですよ。世代バレるってやつですね、これね。まあ、私、年齢をね、公表してますが、バックステッポとかしてますよ。バックステッポ。わけわかんないでしょ?なんかね、FF、ファイナルファンタジーの、なんやあれ ?11 かな?オンラインのやつがね、昔の、一番昔のオンラインのやつがあって、その時に、こうなんかブロントさんっていう、人がいたね。なんかそれが掲示板にね、書き込むねんけど、書き込む口調が、ものすごい特徴的なんですよね。うん。なので、別にその、固定ハンドルって言って、固定ハンつけてへんのにもかかわらず、名前つけてへんにもかかわらず、まあ、匿名の書き込みにもかかわらず、すぐにブロントさんの書き込みがバレるっていうね。
うん、そうなんですよ。その特徴的なね人がね、あの言い張ったんですけど、うん、それがなんか、ね、罰ギュンってね言うてありました。あー、撃破インク回復かー、こうときますかー。まあ撃破インク回復もねかなり効いてくるんちゃうかなと思います。はい、出ないよと。そう、インク効率サブが2枚、525しかも、あざっす。さあ、一気に加速するんちゃいます。これでちょっと炭酸だけでこれクリアやってみるか。激アインク回復もあるし、アイテムドロップはあんま関係ないかな今回は。ただこれ矢倉を進めるのに炭酸ボムを使うっていう、ちょっとめんどくさ。あ、全然進まんやん。びっくりするぐらい進まんねんけど。え、そんな進まん。あー、インク効率全然足りませんわ。まだまだやな。え、これ、ためなしの炭酸ボム弱ない？あ、弱っ！オッケー、ちょっとね、この敵の湧き具合、多分無理やわ。いや、これかなり後半じゃないと、ためなしの炭酸ボムでクリアするの無理かも。まあ、今回は、強化する趣旨で、まあ、縛りプレイじゃないんで、まあ、のんびりね、縛りに関してやっていこうかなと思います。オッケー。さあ、自販機出ましたが、これ、インク回復速度がいいんちゃうかな。17回やもんな。まだちょっと1120円だと自販機行く必要もないかな。いや、もう俺のなんか想像する通りになってほしいんだよ。もうほんまに無限に、こう炭酸をポン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 って投げれて、敵がポン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 って弾けていく。その様を見たい。うん。今日炭酸ボムってさ、こう、溜めなあかんやん。うん。なんか溜めなあかんねんか、その、マックスまでね、この威力を増そうとしたら。なんかテンポ悪いやん。やっぱサイドオーダーといえば、ポンポンポンやからさ、ポンポンポンしたいわけよ。OK。さあ、ないよと。まあ、今回のコンセプトはサポート一色なんですが、まあ、本当はね、あの爆発のダメージアップとか、それも取っていきたいねんけどね。さあ、インク効率、まあ、サブではないけどメイン取っていこう。もういや、もうしゃあないのよ。うん。取るしか。待って。ここそもそもチャージャーでやるのすら難しいかも。いや、こういう細かいやつさ、チャージャーで倒していくのだるいよな。もったいないというか。ちょっと。ちょっとちょっとちょっと待て待て、ちょっと待て。おじゃ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 、なんとかなってる、なんとかなってる、なんとかなってると思う、多分。オッケー。2、1、オッケー。いや、これ出ましたなんやけどさ、もうほんまにその威力系を全くアップしてへんわけや。なんかああいう時にめっちゃきついのよな。もうまだメインやん。まあ、けど855は取っちゃうよ、それは。これ21回自販機あるんで、多分ね、プラス1500なんで、4000ちょいぐらい、持って上がれるかな。ああ、なんかトラップやと思って今投げた炭酸ボムで逆にびっくりしてしまった。何の動画やねん、じゃあもうこれ。はい。はい。ちょっといや、もう無理。マジで処理できへんって、これ。なあ。敵が処理できへん。はい。あ、これでだいぶ整地できたんちゃいます？これでも上がってくるもんはいねんけど、この上から来るケンタッキーはね、仕留めやすいんですよ、これ上に行って、ルドルドルと。あー、塗られてる。あ、これ上からさ、こう縦のチャージャーのこう塗りを使えば、結構一気に塗れるわ。うん。全然動画関係ないけど。オッケー。はい、回線ロンド来ましたが、これちょっと炭酸だけで倒してみる？これぐらいだったらワンチャンいける気すんねんな。うん。え、威力低っ。え、炭酸のさ、ためなしってこんな威力低い？で、これ1段目ってさ、普通めっちゃ簡単に倒せるから。さすがに雑魚は一撃か？よし、当たり判定がね、ちっちゃいのよな。あ、ダメージ1000なんや。あー、1000やな。だけどね、技範囲広いよ。うん。だいぶ遠くまで届くから、それはええな。ほんでこれ、あれやな、回復力アップ効いてるよ、地味に。はい、オッケー。チェックポイント。いや、悪くない。めっちゃ来た、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 めっちゃ来た。ちょっと待って、マジで。これ、中型の魚いますやん。全然死なへんねん、こいつ。何発も当てな。いや、これぐらいのね、雑魚の湧き替えだといけんのよ。うん。やっぱりね、雑魚の処理がね、きついねん、これ、炭酸ボム。一回も溜めへんかったら。意外と当てるむず。ちょ、君らさ、ああ、もう見つかった、ほんで。見つかると、雑魚がいっぱい出てくるんで、皆さんご存知やと思うんですけど、
もう発売からものすごい時間経ってるんで、めっちゃ来る。やばいやばいやばい。じゃあもうこれ処理すんのマジきついって。炭酸で。あ、待って。こいつを生成し、ぶち当てる。オッケー、熱い。こっちは早いな。オッケー、いいよ。当てる。完璧。さあ、あと2段。いやけどね、もうちょっとポン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 投げれるようになったら、火力、間に合ってくると思う、これ。うん。これ爆発のね、ダメージアップとか、まあ、その他もろもろ、まあ、爆発のあの、あれやな、あの、サイズアップや。まあ、あの辺トランクでも、なんとか間に合ってきたの感じはあんねんけどな。どうやろうな。さあ、これは当てていきたい。完璧、めっちゃ当たってる。めっちゃ当たってます。はい。やれる、やれる。オッケー！倒せたね。まあ、雑魚の湧き方が、まあ、そこまで多くなぐらいけるね。さあ、ここは4430にあるんで、まあ、インク回復速度でもいいんですが、自販機でもいい。いや、どうしよう。いや、インク回復速度ありやな。これ、ボーナスやしな。25回で爆買いしてっか。そうしよう。いや、インク効率サブですよ。それが出るかどうかだけ。さあ、ドローンカラーチップフィーバーですが、ああ、まあ、これね、これ一回やっちゃいます。まあ、ドローンの力も借りつつ、生きがいい、生きがいい。ちょっと待った。ちょっと待った。たまたま。ちょっと待って、弾かれる、弾かれる。弾かれる。当てられへんやんけ。なあ。オッケー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 。1000という威力で頑張れ。めっちゃ、ああ今あれやな。ドローンのなんかスプラモンかなんかが当ててくれたんか。いやいや、威力、もうペチペチやん。水風船投げとんけ、これ。けどね、インクは回復速度ね、割とあるわ。うん。割と早く回復する。オッケー、なんとかクリア。ドローンの力も借りてこれやから。あ、出た！インクゴールドサブ、いただきます。そして、練りコインがたくさん溜まっていると。ってことは、25回の自販機が楽しみですよという話でございます。これ何発投げれる今。あー、ギリ3発投げれへんかぐらいか。オッケーオッケーオッケー。これ逃げてきよう。ちょっとこれ炭酸で倒すのだいぶきつない。あ、まあ直接当てれるな。爆発が早いから。まあ直接当てれるということはこういうことでしょ。オッケーオッケーオッケー、いけるな。さあ、上から仕留めますか。こうでしょ。オッケー、あと1匹いける。おっしゃい。なんか、プロペラグラじゃなければいけそうやな。あー、撃破インク回復にしとくか。そうやな。さあ、ボールを運べは、炭酸ボムで運ぼうとすると結構大変なのかな。ちょっとやってみる。あ、意外と吹っ飛ぶ。なるほど。まずこのね、上段のとこね、まず。倒したらな。なし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 な。なあ。あ、けどいったんじゃん。こいつら追っ払って。こいつら追っ払って。オッケー。それだけ俺よしょ。オッケー。うん。モンハンで言うとこの方向台出た。さあ、あと1個は、下なんで、こっちは簡単だよな。うん。下はね、勝手にはまるんすわ、これ。ポンポンやってたら。ほらほら、はまってるっしょ。ほら、ぶっ飛ばされたけど。ほら、あいつら、ほら。遊びながら、ほら、もう遊びながらゴールにもはまってるでしょ。うん。あれなんすよ。ほら。はまってない。あ、でもなんかでかいやつおらんくない今。あ、これいけんじゃん。おっしゃい。なんか思たんとちゃうってやつやな。うん、思てたんとなんかちゃうよな。さあ、これ25回が自販機なんですが、これ6000もあったらね、これ2回分自販機いけますよ、これ。さあ、野生の自販機という、いつもの自販機なんですが、さあ、今回は出ないと。まあだから3000だけ使おうかな。インク率メインか。あ、まあ埋めときましょうか。一応ね。出ないよね。これラストにしようかな。ホーミング牛を、は、どうしようかな。700じゃ高いな。うん。ちょいと残しときまして。さあ、もう一発自販機。はい、リセット。いや、出ないね。インクコールとサブ。これラストかな。さすがに。いやー、出ないね。運悪いな、今回。ほんまに。
てかインクコレス多分今3枚あと2枚か。せやんな、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 せやんな。あー、まあチャージ時間でいいか。いや出るかな、インク効率のねサーブはやっぱね30回目でカンストはさせときたいな。さすがにサスケルトン強化ですが、まあこんなんご利用していいでしょう。まあいいよ、メインのね効率もかなりいいんで今。さあ倒してご利用し、ご利用ししたいねんけど、待て死ぬ、やっばん、やっちゃったー。これねライフ減るとね、これ自販機の枠が1個減るでしょう。それがねネックなのかな。うん、待って倒して倒しきる、よし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 、危ねえ。うわ自販機ですか。いやはやどうしましょう。これはインク回復速度関するもいいが、自販機、いやどうしようか。うわこれ悩む。いやこっちだ。自販機はねまだ8回9回で出る可能性があるでしょ。うん、ここはねお金を稼いだ方がいいのよ。あーシビアな8の字か。あてかなんかさっきの回しれっとメイン使ってたわ。うん、いやけど多分ねあそこメイン使うのクリアできへんマジで。あてか多分ここもそうやわ。うん、ここも無理やわ。ここはもうちょっと強化するというね、やっぱその大義名分ございますんで、ちょっとこれ遠くから塗って OKOKOK。 これねやっぱそのあれやケンタッキーいますやん、あの炭酸部分のためなし届かへんわ。あ、あ、あ、結構すごいすごいすごい。あ、めっちゃ投げれるっちゃ投げれる。あ、若干、あ、すごいすごい。投げれるようにはなってるような気もするが、やっぱきついわ。きついよね。あ、向こうも塗られる。あ、リズム悪なった。やっぱあかん。炭酸ボムだけはもう絶対無理や、ここ。オッケーオッケーオッケー。久しぶりに確保した。忙しい。ちょっとこっち行くやん。待て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 。いやいや、塗らんで塗らんで。頼む頼む頼む。オッケーオッケーオッケー。オッケー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 、制した制した。まだか、まだ制してなかった。3、2、1、オッケー。いやまだサイドだ、おもろいわ。まだまだね遊びの幅があるわこれ、おもろい。さあ自販機出るかな。まあ3600でございましょうよ。これはたくさんありますが、ここ出てほしいございます。はい、出ないです。あ、インネバ、インネバかー。ボーナスもあるしな。これ1枚いただいておきましょうか。まあ、29回で自販機を引くというね。うん。虎のタヌキの川沿いをでいきましょう、これは。隠しない。いいよ。これね、パーフェクトできます。ちょっと。さあ、残り1体。これパーフェクトささっと取って。待って。逃げないでー。まずい。めっちゃ敵来てる。これね、敵ガムシでいきましょう。ガムシで。ちょ、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 本命ですな。本命ですな、道濡れへんやんけ。どこ行ったほんで、敵。はちょっとで、マンボケた。あ、いた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 。オッケー、パーフェクトじゃないこれ。ボーナス。さあ、マックス。さあ、でかいよ。さあ、ここで自販機を引きます。必ず。で、インクコールサブを。ほーら、出たでしょ。さあ、出たがってます。インクコールサブ。はい、出たがってます。いらっしゃいませ。出た。ライフの方が安いので、いいねもう。あ、惜しい。こうといて、うん、こうといてね。はい、ノックバックはごめん、これはリセット。あー、やばいよ。出た、ここで引きつこた。もうこれ爆発できてましょう。ほらもうマックス。あー、完璧やん、完璧な2つやんこれ。そうやんな、インク回復速度マックス、激アインク回復マックス、グマラスパ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 ス、インク効率サブマックス。あ、これ爆発起動でしょ、マックスやったらもうこれ理論値出ました。はい、いやー、ここできたねー。最後きっちりまとめてったね。さあ、これ30回をためなしの炭酸ボムだけでクリアっていうのを今からやるんですけど、どこまでこれが強くなってるかやな。まあ吹き飛ばしも強くなってるから、だいぶね生存能力も上がってるとは思うねんけど、何発投げれんのこれ、果たして。1、2、3、4、5、6、6発投げれる。これは早いんかい、ほんで。ギョーンいった。威力しょぼ、ちょっと待って。威力しょぼい。なあ。オッケーオッケーオッケー。なんとか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 だった。なんとかなった。いいよ。いいよ。
はい。あ、悪くない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 、いいよいいよいいよ。あー来たね、ついに理想とする形に到達した。この30回で綺麗に、ちょっとあの無限に投げるっていうのはちょっと苦しい、だいぶ苦しいけど、さあこのここだこにもさあ投げて投げて投げて、めっちゃ羽がいるやん。なあ当てにくいって、これインクロックだるいな。いやこれやっぱりそうマックス6発投げた後にギュッて一気に回復するのが一番効率良さそうではあるな。てか地味やな、マジで過去一地味やんなあ。ちょっと難しいまであるもん、普通にやった方が簡単やろこれ絶対。ハッキングチップなしとかで普通にやった方が早いんちゃうこれ。 OK。 なんかその爆発する音がもう過去一小さいねんけど、多分その動画見てるとこれ聞こえへんちゃうかな、ほぼ音鳴ってないねんこれ接触した時の音。はい、6発からのインクロック解除で6発投げる。まだまだ、ちょっと待って、投げさせて。オッケー、いいよいい、空中で2発投げて。さあここにまだある。いやこれ過去一つらい、マジで結構強化してるよ。パレットも29枚ちゃうわ、あ30枚ちゃう、ちゃうちゃう、 あれ結構何枚、6、4620、もう分からん残り1枚なんよ。うん、すごい強化してる、めちゃめちゃ辛いねこれ。やっぱ、まあ、爆発の威力を上げれてないんが相当痛いんやろうな。やっぱもうちょい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 、あこれ空中から投げんの楽やわ。ああなんかここ飛んどいて、これ投げて、はい、投げて、はい、投げて、はい、投げてもうけどちょっとインク回復できるのきついか。うん、700とか1000とかさ、ほんまに何してたんって感じだな、この30回目で。君はもうちょっと真面目にやろうよっていう。あけどもうちょいちゃう、これちょっと待って、これ2段階目なんだ、3段階目ちゃうよなそれぐらい時間かかってんけど、時間かかってんなマジで今回。けど、ね、やったことある人はもう世の中におらへんと思うこの強化方法。うん、ためなしの炭酸ボムをひたすらね、こうサポートチップのみで強化してみたら、これやらへんよそんなこと。うん、だって俺もそのもう発売からもう約8ヶ月経って初めてやるやつやからね、うん、そらもう誰もやらへんよそんな。だけどこれ爆発ダメージアップとか、まあ、あの爆発のね、あの範囲アップとか、まあ、あの辺を取れば多分絶対もっと強いね。うん、関係ないチップいっぱい取ってるからね。 OK、 いいよ。サメララ飛んできてる、痛い痛い痛い、やめてやめて、これ死にたくない、ほんまだるいから、ほんまだるいから、めちゃできる。これね、雑魚をどうやって処理するか皆さんにはな、お伝えしようかなと思うんですけど、あの足を爆発させてそれ巻き込むっていう。あざあざあざ、やめて。オッケー、これ巻き、ほらほらほら、こうやって雑魚を倒すんですよ結局。はいはいはい、雑魚固まりすぎマジでなあ。また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 、絶対絶対絶対死にたくない、絶対死にたくない、絶対死にたくない、めんどくさい。もう多分編集でちょくちょく切ってると思うんだけど、あの目結構かかってるよ今時間結構かかってます、ほんまに。普通に強化して30回とは思えへんぐらい。オッケーオッケーオッケー、時間かかってる。さあやっと本体、さあ本体の時間かかんないよこれ。ここで死んだりしたらもうほんまに嫌。あもう移動しながらこのあのこの足にひたすらこの炭酸ボム投げて、これが一番楽やわ。うん、サムラウンドもこうやって避けれるし、ね、で自分の投げた炭酸ボムで、ね、道ができるんで、で雑魚もね、あの追いかけさせることによってもう対面しないっていうそれが一番楽やわ。ほら追いかけてきてるでしょ、まあ、痛い、やめてください。はいはいはい、もう終わるでしょ、もう終わるでしょ、もう終わるでしょ、さすがに。なあ痛い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 、これその向こう側の足から出てくるのやめて。はいはいはい、あいしゃい、やっと終わったー結論言いましょうか、あの思ってたんとちゃうわ威力しょぼすぎるてほんま。だけど今回ね、あの裏の目標はね、やっぱそのあれですよ、真珠はたくさんもらえると、これがいいんですよ。ほら900さん、これは儲かったこっちがメインやもん、もはや